これがでもね、パチンコの面白いところっていうか、すっげえなーっていくつになっても思うんです。その概ね垂直ですからね、なんちゅうふわっとしとんのやってずっと思ってるんですけど、でもそこが面白いとも思ってるんでね。あのね、概ね垂直で言うとね、うん、これも20年以上前の前例になるけど、型式試験の時に、あの初言用的取説に書いてるようなピッチ、角度、角度っていうのが、何時方向に何度って記載があるわけですよ、概ね垂直だよね、で盤面垂直から何時方向に何度っていうのは垂直じゃないんだけど、何度まで適合例があるか、12度までは間違いなくある。12ってすごいで、12度が概ね垂直やったらもうええやんけと、釘調整は、そこよ。だから厳密に言うてないじゃん、何度から何度までとするみたいなのがなくて、本当は垂直ってやりたいんだけど、技術上の企画とか規則を作るときに、パチンコ屋さんのパチンコの設置の仕方で寝かせがあることを警察は知ってるわけ。まあ渋五輪が当時はスタンダード、今はひょっとしたら三分五輪とかあのの方が多いかも分かれへんねんけど、まあ寝かしてるってことはあの重心、地球の重心に向かってまっすぐには向いてないわけですよ、っていうことはこれは直角でしょ、もし中これ垂直やったら垂直やけど、寝てたら垂直にしたら上向いてまうやん。そうね、寝てたら、ね、寝て こうやったらこう、まあ、こうはないんだけど、あのこうなるやん。だからこうとかこうはあっていいよねってのが概ね垂直の理屈なんやと俺は思ってる。なるほど。